はい、みんなタートルスみんなこんにちは。はい、皆さんこんにちは。今日はボイスメッセージありでトレーニングの様子をね、説明などをしていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。三角ダッシュでいくつか意識してほしい点があるので、伝えていきたいと思います。まずはコーンを回らないということですね。コーンをなるべく回らないように曲がってください。で、次は次のコーンになるべく早く行けるように右足左足を早めに出す、それが大事ですね。回らない、次に早く、最後は最後のこのコーンをターンした後、そこを早く行く、そこが大事ですね。まあ、これ自分自身なんですけど、本当にちょっと流していますね。これは良くないですね。最後のコーンをターンした後は早く行く、そこを意識してください。そう踏まえてもう一回見てみましょう。コーンを回らずになるべく早くで、カクって回るところが大事ですね。ターンしたら早く、ここ流したらダメですね。お願いします。はい、三角ダッシュはね計6回っていう感じで終わりましたけども、できる人はねもっと12回だったりね、22回だったりね、もっとやっていただいていいので、僕は今回はちょっと6回っていう形でやらせていきました。その後に右のコーン左のコーンどっちでもいいんですけど、ずらして四角形を作ります。こんな感じで作ります。これが四角ダッシュということになりますね。こちらの注意点も今から言いたいと思います。はい、四角ダッシュの注意点を言っていこうと思います。まあ、四角ダッシュはねディフェンスにプレスをするって意識を持っていければちょっとやりやすいかなと思います。ここで最初の注意点は早くプレスしに行く、次の注意点が前にディフェンスがいるっていう意識を持ってほしいので、目を離さずにそのまま下がりますね。スバックまでそのまま下がってまた前にプレスしに行くっていう意識ですね。ここもダッシュでプレスしに行く。ここもね前にね常にディフェンスがいるっていう意識を持ってほしいので、目を前から離さずに、バックステップして戻ります。で、三角ダッシュでも言ったんですけど、最後までバックでターンした後は、ダッシュで抜けるっていうイメージを持ってやってほしいですね。で、ここ終わった後に戻ってくるのが、レストで、戻ってきた時にもう一回やるっていう形で、まあ、今回も6回やりましたけど、できる人はもう本当12回とかやっていただいて大丈夫なので、ぜひ、トライしてみてください。意識次第ですごい変わると思うので、ぜひやってみてください。はい、こんな感じで四角ダッシュ6回終わりました。意識してほしいのが終わった後、すごい疲れてると思うんですけど、その終わった後に休むんではなく、そのまま一回ボールを使ってね簡単にちょっと触ってほしいなって思います。まあ、リフティングでもいいですし、まあ、簡単なドリブルでもいいんで、ちょっと疲れてる状態の時にボールコントロール、ちょっとやってみてください。